はいどうもこまあれはです。今回から絶望プリズンというスタジオわさびさんのゲームをやっていきたいと思います。こちらのゲームは水平思考ゲームというのを使っているらしく、わかりやすく言うとイエスかノーで答えられる質問しかできないといった縛りで謎を解いていくみたいです。ストーリーもあるみたいなので早速やっていきましょう。本編で遊ぶ、第1章絶望の始まり目覚めいきましょうか。さあストーリー楽しみだな。絶望の始まり、ねえ逃げないでよ。誰？なんか顔怖くない？いや、こっち来ないで。笑ってる。めっちゃ嬉しそう。何を笑ってるの？え？何？殺されるじゃん。だって、どんなに私を拒絶したって、逃げられるわけないじゃない。なんで？え？私はあなたなんだから。多重人格？いやでも、手が違うもんね。それって、どういう？もう、そんなに可愛い声出さないでよ。あれかな、なんかお化けみたいな感じなのかな。そんな声出されるともっと可愛い声聞きたくなっちゃうじゃない。刺された死んだぐめっちゃ楽しそう。今どんな気持ち？痛い。自分の血で真っ赤に染まるのってどんな気持ち？やんでるじゃん。いや痛い痛い。おーオーバーキル。やめてお願いだから。お止まった。何？やめないよ。やめないんかい。こうさせたのは自分でしょ。え自分に変わった。えこれ刺されてた方？やめて。あ違うんだ、これが刺してた方ね。それじゃあこれで最後。それじゃあね、さようなら私。え、でも顔一緒だよね。ああ、刺されちゃった。どうなるんだ？ここから、最初からクライマックスすぎるよね。やめろ！今のは夢だったみたいな。夢か。ここはどこだ？記憶喪失来たね。どうして、俺男だったの？え、おかま？ん？なんだこれ。腕に火傷の跡？火傷なんて、いつの間に。今はそんなことより、早く助けを呼ばないと。自分くんが、女の子の夢を見てた感じかな？ん？あれは看板？ Welcome to 絶望 prison。 おしゃれー。なんだそれ。とにかく、絶望な監獄ってことだね。絶望してる監獄。早くここから出て、助けを呼ばなくちゃ。でも、これもう、あれ？監獄に入れられたってこと？クリア。はい。しばらくお待ちください。おー！調査パート！なんだこれ？はい。とにかく気になるところをタップ。気になるところをタップして調べることができます。探索中に発見した証拠は、自動で使用されます。はい。マップのある調査の、パートの場合、まずは行きたい場所をタップしてから、その場所を、その中を探索していきましょう。探索ゲームってことかな？月のネオンが光っている。なんかめっちゃ気になる。これは？Welcome to 絶望プリズンと書かれている。はい。ここは一体、監獄の中じゃない？早くここから出ないと。携帯持ってないの？あれ、通報しようよ。太陽のネオンが光っている。太陽のネオン、なんかかっこいいな。出れないの？扉だ。はい。出れないと。鍵がかかっている。ん？扉に何か書いてあるぞ。なんて書いてあるの？夜、私はいつも一人。でも、あなたは私を、いつも見上げてくれる。月ってこと？どういう意味だ？とにかく、どうにかしてここが出ないと。何？進展あり。はい。これ？これは鍵だ。鍵だね。そうか。あの扉に書いていたのは月のことだったんだ。そういうこと？だから月が持ってたってことか。これでここが出られる。謎の鍵。月のネオンから鍵を見つけた。勝手に見つけちゃった。ありがとう。進展あり。はい。ガチャガチャ。出れないじゃん。扉には鍵がかかっている。自動で使われるんじゃなかった？使われてるね。さっきの鍵を使えば。ガチャリ。でも出たくない。こっから出たらさ、お前何逃げてんだよみたいな感じで八つ裂きにされるんじゃないの？よし、鍵が開いたぞ。出る？なんかあるんじゃないの、アイテム。ガチャ。開いた。ちょっと待って、開けないで。誰？ここは？誰か、なんか電気ショックの中にいない？なんだ？だりーなー。誰かいる。男なのかな？まったく。
一体何人食われたら気が済むんだよ。食われたら、え、こいつがカニバリズムってこと？人が人を食べてるみたいな。さ、最近本当に多いですよね。謎の人物 B ってことは2人以上いるね。こ、誰か歩いてきた。こっちに来るぞ。はぁ、なんかすごい、なんだろう、おしゃれだけど目が怖い。うわ、なんだてめえ。はぁはぁ、人間、こういう時は落ち着いた対応。なんでここに人間がいんだよ。俺自分でもどうしてここにいるのか。この人まさか猫彦っていう名前なのかな。ん、ああなるほど、何かを察したみたいだね。僕は察せれないけど。あのここは一体どこなんですか。ここは絶望プリズン。でもウェルカムトゥってあそこに看板があったってことは、あそこから入場するってことやないの。最初の目覚めたとこから自分の中にいるもう一人の自分と向き合う場所。なんかさ深いね。挙動、キョドはどっち？この緑の子がキョドなんだね。オッケー。もう一人の自分。なんですかそれ。いわゆるドッペルゲンガーというやつです。ドッペルゲンガーってさ、なんか自分みたいな、自分と同じ人が世界に3人いるっていうやつだよね。ドッペルゲンガー？ああ、そうだ。私と猫彦は、ここの管理人をしているんです。なんか声がバラバラになっちゃったけど覚えれないな。絶望プリズンの管理人。仕事ができないためいつもマニュアルを抱えている。一応猫彦の先輩。はいはいはい、先輩ちゃんね。 OK です。閉じる。はい、にゃはー、よろしくな。じゃあこの後輩の方ができる子なんだね。 OK。 絶望プリズンの管理人、性別は男？男だったの君。荒っぽい口調だが仕事はしっかりとこなす。おー、出世するタイプだね。キョドのことを先輩だとは思っていない。カリスマ性がありそう。 OK です。あんたたちさっきから何を言っているんだ。ふざけないで早くここの出口を教えてくれ。ふーん、そんな偉そうな口聞いていいのか。せっかく記憶を取り戻すヒントを出してやろうってのに。なんかこの子が男とは思えないんだけど結構可愛いよね。記憶のヒント。はい、俺の記憶。そういえば俺は誰だ。あー、なんかもう片方の自分が記憶を持っていっちゃったとかそういう感じな気がするよね。にゃ、今頃気づいたのかよ。でもこういうストーリーにありがちなのってさ、最終的なラスボスは自分だったりするよね。どうして。そんなのお前がよく、一番よく知ってるだろ。そんな頼む、助けてくれ。どうやったら俺の記憶は戻るんだ。そう簡単に教えるわけにはいかねえな。じゃあどうすれば。あなたにはドッペルゲンガー退治のお手伝いをしてもらいます。え、人間だってびっくりしてたのに手伝ってもらうの。そういうの怖くない。ドッペルゲンガーを退治。ああ、ここに最近ドッペルゲンガーが増えすぎて大変なんだよ。じゃあ自分がドッペルゲンガーかもしれないよ、僕自体が。だからドッペルゲンガーにドッペルゲンガー退治をいらしてるような可能性もあるじゃん。ドッペルゲンガーを放置すると最終的には本人が食われてしまうので急がないと。主人公食べられてない？これ大丈夫？食われる。まあ平たく言えばドッペルゲンガーに本人が殺されちゃうってことです。いや平たく言わないでほしいな。結構わかりやすいグロ発言だな。こいつら本気で言ってるのか。とにかくあなたには選択肢はありません。せいぜい頑張れよ。そんなこと言われても一体何をすれば。あなたにはとある高校に潜入してもらいます。高校行くの今から。じゃあ出れるじゃん、警察呼ぼう。潜入。海進学園2年 B 組。人多いな、覚えれるかな。最近そこからドッペルゲンガーが大量発生してやべえんだ。でも潜入って一体どうやって。まあ俺たちの仲間がよろしくやってくれるから安心しな。あんたたちの仲間めっちゃ聞くじゃん自分。はい。現実に戻ったら、池袋にあるバーライブラリー男爵を、訪ねてください。ラブリー男爵？あ、ライブラリーじゃなくてラブリーね。なんだよそれ。じゃあな、人間。じゃあこいつは人間じゃないんだ。そういうことだよね。ドッペルゲンガーなんじゃないの、こいつら自体が。自分を取り戻せるようにせいぜい頑張れよ。次の瞬間、俺は意識を失ってしまった。なんで？ここは。目を覚ますとそこは夜の街だった。夜の街ってなんか怖いな。これは
手にはメモが握られていた。バーラブリー男爵、はい、それしか書いてないの。結構長文だった気がするけどな、今の文章。どうしよう、こんな非現実的なこと。でも今の俺には他に頼れるものがない。とりあえず行ってみるか。警察頼ろう。せめて警察でしょう。クリア。はい、しばらくお待ちください。調査パート、あ、選ぶ感じね。 OK。 これめっちゃ気になる。ヤンキーの人たちが着ていそうな服を扱ってる店だ。なんだか見た目が怖い店だな。メモに書いてある場所はここじゃない。あ、ラブリー男爵、これね。ラブリー男爵、ここだよな。この店にあいつらの仲間がいるらしいけど、なんだか怪しい雰囲気の店だし、本当に入って大丈夫か。警察行った方がいいでしょう。ダメだと思うよ。誰、怖い。何、なんか鼻にあれ貼ってない、絆創膏。ちょっと可愛いじゃん。謎の男、ハテナ。あんた私の店に何かよ。私って言ってるけど男っぽいな。うわ、すいません。何謝ってんのよ、変なボーイね。やっぱオカマじゃん。でもまあ結構可愛い顔してるわね。あの俺記憶がなくて。それでここに行けって言われて。あ、不思議そうにしてる。そう、それで来たんですけど、あの話聞いてますか。ふーん、あんたがね。俺これからどうすれば。とりあえず立ち話もなんだし、お店に入りましょう。はい、わかりました。入りたくないよ、何されるかわかんないよ。どれだ。消費室で進む。なんだ。ゲームを進めるために必要。何これ。ライフはこのゲームを進めるために必要。はい。はい、進みます。なるほど、ライフの制限があって、じゃあ何日か分けて実況取ります。ガチャ見たところ、普通のバーだな。あー、僕バー行ったことないんでちょっと分かんないけど、普通なんだこれ。何か飲む。ウーロン茶で。オッケー、800円ね。たっかそれ何リットル。1リットル200円としたら8リットルくらいもらえるのかな。たかそれに俺お金持ってないですよ。じゃあ付け払いね。このツケがまた利息でどんどん高くなるんじゃないの。そんな。はい、どうぞウーロン茶。ありがとうございます。アブ、はい、私の、このお店のオーナーアブ、よろしくね。はい、アブさん、バーラブリー男爵のオーナー、性別は不明。不明？不明なの？オカマでしょ。だってバー男爵って言ってるじゃん。趣味が筋トレらしく、かなり筋肉質。押さえつけられた？逃げられそうにない。そんな、なんか押さえつけられそうなコメント書くなよ。はい、閉じると。どうもアブさん。なんかすごい押さえつけられそうだな、今から。この、あの二人から話は聞いてるわ。あ、聞いてるんだ。記憶喪失なんて大変ね。なんか狙ってるな。それで、俺はこれから何をすれば。なんか自分スルースキル高いな。大丈夫。もう転校の準備は済んでるわ。待って。こいつの学校に行くってこと？転校？あんたは海進学園の生徒になってドッペルちゃんを退治するんでしょ？そんな突然言われても。俺、何の記憶もなくて。だからこそじゃないの。あの呪われたクラスに発生しているドッペルちゃんを退治して、記憶を取り戻さなくちゃね。はい。ドッペルちゃんを倒すことによって記憶が戻る。はあ。記憶が戻るまでここに寝泊まりしていいから、せいぜい頑張りなさいね。やだ、ここ泊まるの。何されるかわかんないよ。パシャって写真撮られるかもしれないし。ここに？何？不満でもあるの？不満だらけだよ。夜に襲われたりしないような、それフラグじゃん。もう襲われるフラグめっちゃ立ってるじゃん、それ。とにかく、今日はもう遅いから、ゆっくり休んで、明日頑張りなさい。はあ。最悪。なんか、学校に転校するよりもこっちの方が最悪なことになるんじゃない？そして次の日の朝。俺は、海進学園2年 B 組の教室に来ていた。制服とかは大、てか夜何もなかったんだ。ここでいいんだよな。制服ちゃんと着てる？誰？なんか、血まみれ？何？鼻の、あれなのかな、柄なのかな。ん？お前そんなとこで何してるんだ。ああ、もしかしてお前が転校生か。多分そうです。ああ、よりにもよってこんな時に転校生とは。こんな時って？俺は担任の宮本だ。宮本剣豪っぽい名前ですね。宮本正史
絶対これ意識してるでしょ。剣豪になりたかったんじゃないの。2年 B 組の担任、最近禁煙に成功したらしい。髪やヒゲもちゃんとセットしておらずだらしない。おそらく仕事ばかりして結婚などはしていないだろう。仕事熱心な宮本雅史さんですね。 OK 先生だね。さっさと教室に入ると、はい、なんか感じの悪い先生だな。やだよねこんな先生。何、なんかいじめとかあってもさ、まあそんくらいいいんじゃね別にとか言ってそう。ガチャ、暗っ。なんか、お化け屋敷じゃん。ざわざわ、マラ静かにしろ。突然だがこのクラスに転校生が加わることになった。じゃあ軽く自己紹介してもらうか。どうも、はじめまして、今日から転校してきた、名前がわかんない。名前忘れてるんだった。信行と言います。よろしくお願いします。誰、信行。とっさに思いついた嘘を名前使うってコナンくんじゃん。よしお前ら、適当に自己紹介してやれ。学園の生徒会長をしている黒木文です、よろしく。なんかすごい真面目そう。僕やだこういう子、なんかすぐ怒られそうだもん。シャツはちゃんとインしなさいみたいな。クッククッ、副会長の内宮さとみだ。なんかリセッな、何これ、除菌スプレー持ってるね。なんかすごい潔癖症な気がする。チーズ、森園。森園って呼ぶのかな。うさぎ、あーなんか前歯2本しかないんだね。てか歯自体が2本しかないんだね。結構キャラ濃いな。あ、ちょっと可愛いぞ。猫巻き、マッチちゃん、マッチって言います、よろしく。ほいほいほい。あーなんかすごい自撮りしてるね。チャース、細山アリスです。白川アンです。あ、普通、ザ普通って感じ。でもなんか虎柄なのがすごいね、よろしく。川原美香子です。あーなんか葉っぱかぶってるね、タヌキなんじゃない。なんて読むんだろう。神宮寺清子ですわ、よろしく。はい、清子ちゃんね。お、髪が独特な色してますね。栗山おもた、俺は栗山おもた、よろしくの。もうキャラ濃すぎて覚えれないよ。三影翼です、よろしくね、信之くん。あーすごいくっついてくるねこの子は。よし、うわ漢字難しいな、ルイです。どうぞよろしくお願いします。かっこいい、結構普通じゃん。西村静香です、よろしくお願いします。静香ちゃんね、お風呂3回入ってそう。なんて読むんだろう、いでぐも、なんて読むんだろうな、さなえ、さなえちゃんね、オッケー。私はさなえ、よろしく、オッケー。おー一番ヤバそうな人来たね。僕は冬月四郎と言います、名前かっこよ。以後お見知りおきよ。俺はキなんちゃらキスケ。かっこいいな、お前かっこいいじゃん、よろしくな。オッケー、よろしく。じゃあお前ら適当に仲良くしろよ。見たところ普通のクラスだな。どこをどう見た普通のクラスだと思うの。やばいでしょ、ヤンキーも顔負けのメンツだよ。この中の誰かはドッペルゲンカーなのか。はあ、人間じゃない人が混ざってるのか。全員じゃない、ウサギとか特に怪しいけどな。おいお前、何この空間。うわ、この声は今私たちはあなたの頭の中に語りかけてます。テレパシーってやつ。どうやら潜入は成功したみたいだな。はい、成功しました。いいか、よく聞け。もうこの瞬間から気を抜くなよ。襲われるってこと、いつ何時も気を抜くなってこと。この中の誰かがドッペルゲンガーだ。誰だ、キスケか。でも見たところ普通の人たちみたいだけど。普通じゃないだろどう見ても。それもそうだ、ドッペルゲンガーは本人のふりをして、紛れるからな。あ、じゃあ本人っていうか元の人間はいるってことなんだ。ほら早く見つけないと、そいつがこれから誰かを襲うかもしれないぜ。襲う、まさか。お前が信じられないならそれでもいいが、気をつけないとお前も殺されるかもしれねえぞ。殺される、そんな聞いてないぞ。とにかくドッペルゲンガーは危険です、早めに退治できるように頑張るよ。それでは、ちょっと待って、消えちゃった。まだよくわからないが、とにかくこの中にいるドッペルゲンガーを早く見つけないと。でも何をすればいいんだ、何しよう。なんか、あなたドッペルゲンガーですかって聞いて、イエスかノーで答えさせたらいいんじゃないの。そして放課後、
結局授業の間は誰も怪しい人物はいなかったな。まあそりゃそうでしょ。でもドッペルゲンガーって人間を殺す必要あるのかな。あ、食べるって言ってたね。そういうことなんだ。でもこの中にドッペルゲンガーがいるはずなんだ。早く見つけないと。キャー、なんか音符ついてたよ。でもびっくりはてな。なんだびっくりはてな。キャー、翼さんこっち見て。女子生徒たち、廊下には大勢の女子生徒たちが集まっている。おー、かっこいいじゃん。なんか照れちゃうな。なるほど、モテモテ。指長、なんだその指。弓道部に入っているその妖艶さやさから、女子にファンクラブができるほど人気。ファンたちからはお殿様やミスター目の保養と呼ばれているらしい。ミスター目の保養ね。オッケーオッケーオッケー。目の保養さん、なんかいかにもでも死んでそうだよね、この服装が。ドッペルゲンガーじゃないの。でもドッペルゲンガーって死んでるってことではないのかな。本人が生きててもドッペルゲンガーって現れるのかな。キャー、照れてる顔も可愛い。あ、ありがとう。ねえ、翼くん、ん、どうしたの、サナエさん。いつもブツブツ何かをつぶやいている。また挙動不審であり、いつも周囲を気にしているようだ。少し不気味だ。なんかすごい言われようだな。閉じる。はい、普通の陰キャな子でしょ。これ作ってきたの。え、これっておにぎり。え、な、怖っ、何その顔、怖っ。なんでつ、やばいって、これジャイアンよりひどいよ。あ、愛情込めて作ったか。君の愛歪んでるよ。これ食べて、部活頑張って。引いてるじゃん、もう翼くん。ありがとう。あとでちゃんと食べるからね。トイレに流すんじゃないのこいつ。私のこだわりの具が入ってるから楽しみにしてて。あー、さなえちゃんは普段こういうもの食べてるんだ。だからなんかそういうのが好きになっちゃうんだね。わかったよ、楽しみにしておくね。ねえ翼くん、あー、かわいいね。あ、静香さん、これ対応変わるんじゃないので、嫉妬しちゃうみたいな。翼くんは今から部活？美術部に所属している。清掃で、おしとやかな雰囲気の女の子。クラスの中ではダントツで男子人気がありそう。ありそうなんだ。じゃあ裏がありそうな感じもするな。うん、そうだよ。ん？うわ、何それ、手作りおにぎり？いや、そこじゃないだろ。手作りかどうかより具の問題でしょ。ああ、これさなえさんにもらったんだよ。やめとけって、お前何も言うな。ふーん、そうなんだ。ナイスナイスナイス。ねえ、そんなものよりさ、あ、やばい。そんなもの？はい、これサンドイッチ作ってきたの。あー、ギクシャクしだしたぞ。そんな地味におにぎりなんかより絶対美味しいから。地味？ありがとう、静香さん。ふ、どういたしまして。そうだ、翼くん、この間の件考えてくれた？何？告白したの？もしかして翼くんにデッサンのモデルをやってほしいって話。あ、デッサンね。はいはいはい。あー、あれね、断るんじゃないの。もう美術部の後輩たちが翼くんにモデルをやってほしいってうるさくてさ。うん、前向きに考えておくよ。それ断る口実でしょ。そっか、ありがとう。じゃあまたね。おー、イケメンな対応するね。たったったった。ち、あのクソ女。ねえ翼くん。あ、さなえさん、まだいたの？まだいたのはやばいでしょ。あのね、美術部のモデルなんてやっちゃダメだよ。あ、嫉妬してる。え、どうして？もうこれ以上翼くんが騙されるのが許せないの。僕は騙されてる？それって一体どういう意味だい？とにかく絶対やっちゃダメだからね。たった、みんな走って帰っていくんだね。またサナエたちに絡まれてたのかよ、翼。お、なんかすごいファンキーな子だね。あ、重たくん。体重が重たいか、重たくんなのかな。弓道部に所属している。クラスではよくボケて周囲を笑わせている。最近ダイエットをしているらしいが、成果は出ていないようだ。なるほど。食べるからじゃないの？いいよな、翼は。いつも女の子からチヤホヤされて。俺も翼ぐらいモテてえな。なんかでも痩せたらワンチャンあるんじゃない？もう、重たくん、からかわないでくれよ。そんなことより、早く部活に行こう。もうすぐ大会も近いんだし。あ、同じ弓道部。なるほど。そうだな。あ、そうだ。おーい、ルイ、お前も一緒に部活行こうぜ。はい、なぜか急に声が変わりました。もうキャラクター多いよ。ルイ君が一番好きでも。
俺は少し用事があるからそれを済ませてから行くよ。そっか、ちょっと待って、分かりやすいように声変えます。大会前だからマネージャーのルイも気を抜かないでくれよ。はい、弓道部のマネージャーをしているらしい。そこそこイケメンだが、クラスではあまり目立たない存在だ。めっちゃいいじゃん、そういうタイプ。いつもエプロンをしているのは、マネージャーをやっている癖らしい。マネージャー。あー、なるほど。人間管理がうまそう。モテそう。もちろんわかってるよ。わかってるよ。あ、2回読んじゃった。じゃあ、翼も行こうぜ。うん。なんか、重田くんだけ声変わっちゃったな。まあ、どこの学校でもある風景だよな。自分ちょっとさ、話しかけられてなさすぎじゃない？もうすでにぼっち化してない？本当にこのクラスは呪われてるのか？まあ、雰囲気は呪われてるよね、すでに。やあやあ、転校生くん。なんだっけ名前？キメラ？うわ、君は、確か、イエス・キシロウくんだっけ？キメラくんじゃないの？シロウくんね、オッケー。オカルト部の部長を部長？じゃあ何年生？ 2 年生って言ってたよね。部長なんだ、すごっ。見た目はかなり不気味だが、物腰は柔らかく丁寧な喋り方だ。正直そこがさらに怪しさを際立てていると。はいはいはい。こんなタイミングでこのクラスに転校なんてついてないですね。そう、何があったの？なんかさ、先生もなんかあったからみたいな言ってたよね。え、それってどういう意味？とんでもないこと起こってるってこと？このクラスでは最近やばい事件がたくさん起きてるんですよ。じゃあやっぱドッペルゲンガーってか、お前でしょ。お前がドッペルゲンガーなんだよ。そうなんだ。でも君はなんだか嬉しそうだね。わかります？あ、なんかこの顔ちょっと可愛くない？僕はこの状況が楽しくてしょうがないんです。この人かなり変わった人だな。オカルト部ってことはやっぱ不思議なことが好きなんだろうな。実は僕オカルト部の部長やってるんです。知ってる？オカルト部？そう、主に怪奇現象を調査する部活です。 UFO とかも好きなのかな。楽しそうですよね。ワクワクしますよね。そこで突然なんですが、ぜひオカルト部に入りませんか？友達になる前にいきなりそれ言ってくるんだ。どうしよう、部活の勧誘か。おいおい、シロ、転校生を困らせてんじゃねえよ。あ、これがキスケくんだ。多分なんか角折れてるけど大丈夫？キスケくん。お、これはキスケくん。当たってた。オカルト部に所属している。オカルト部に所属してるんだ。なんか鬼みたいだけどな。あ、でもなんかつけてるね、自分で。雰囲気から明らかに陽キャで少しだけチャラい気もする。きっと女の友達もたくさんいるだろう。モテる子ばっかだな。君もオカルト部なら、勧誘手伝ってくださいよ。俺はキスケ、よろしくな。お、なんか仲良くできそう、キスケくん。よろしく。ごめんな、うちのシロが。お兄ちゃん系だ、しかも。最近妙な事件が多くてさ、こいつテンション上がってるんだよ。当たり前ですよ。事件を調査するのがオカルト部の仕事じゃないですか。はあ、こうなったらこいつはもう止められないんだ。引いてる。自分が一番引いてる。自分の名前忘れちゃった。なんだっけ、コナンくんだっけ。ところで、信之くんだ。ぜひ、我がオカルト部へ入ってくださいよ。その後シロからしつこい勧誘を受け続けた。で、入ったの結局。それでですね、オカルト部の魅力はあと50個くらい上げるとしたら、こいつの話いつまで続くんだろう。キャー！事件は起きた。じゃあこいつらが犯人ではないってことだね、確実に。姫？またまた事件ですか？マジかよ。キスケくん、早く声がした方へ行ってみましょうよ。たく、しょうがねえな。ほら、信之くんも一緒に行きますよ。分かったよ。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。面白くなってきたね。とりあえずこの2人は絶対にドッペルゲンガーではないということが、今のとこ確信できました。それではまたパート2の方を投稿したいと思うので、楽しみに待っててください。それではまた会いましょう。バイバイ。